はい、皆さん毎度毎度、ボブカットがね、苦手なね、美容師さんね、大体の場合はね、お客様の髪質に問題があると思った方がいいね。カットそのものは間違えてないんだよ。ただボブカットになりにくいっつの、ボブになりにくい、なんか外に跳ねちゃったり、内巻きにならなかったり、まっすぐストーンとしちゃったりですね、右側がマンモスの牙みたいに跳ねちゃうとかね、カットよりね、スタイリングが悪いとか、まあ、切り方自体は間違えてないと思った方がいいよ。ラニングクルーガー効果が効いてるね、おバカな先輩がね、カット、ボブカットが下手なのを見つけるとね、すぐに講釈垂れるっていうの、切り方がどうだの、技術がどうだの、長々とね、講釈垂れる。カット初心者の方だとね、そういう話もね、聞いてて面白いってなるかもしれないけどね、実際はね、ボブが内巻きになんねえとか跳ねちゃうとか、これ切り方は関係ないからね、スタイリングを覚えた方がいいよね。ドライカットで切るとか、コテでちょっと曲げる、ストレートアイロンで曲げる。どうしてもマンモスの牙みたいに右側がこう前に反り出してきちゃうような場合、あれはもう一回まっすぐにしなきゃダメね。しかもやっぱり一回アイロンかけて失敗したケツのはもう二度曲がんないからね、一回また濡らしてリセットして、それでしばらく置いてからアイロンでまっすぐに一回する、それからちょっと内側に曲げるっていうの、それもね、しっかりしたアイロンでやんなきゃダメなんだよね。壊れたさ、なんか温度が上がんないようなアイロンで一生懸命やったってさ、治んないからね。美容技術って結構コツだよね。床屋さんの刈り上げとか、ああいうのはもう技術ってのがあるかもしんないけどね。まあ、ちょっとしたコツと技術ね。まあ、美容業ってね、コツだよね。コツが分かってから初めて技術を使って、まあ、大した技術じゃないよね。まあ、コツが優先だよね。結局釣りで言ったらさ、魚がいねえところでさ、いくら技術を使っても無駄みたいなとこあるよね。で、技術だどうのこうのって言ってる先生ってのは30ぐらいじゃないの。まあ、このさ、この美容業コツっていうのもさ、まあ、自分も分かんなかったよね。うちのお兄さんをさ、ちょっとずつ教えてって、初めてなんかコツってのが分かってくるってのは、この年になって初めて分かったってのあるよね。で、しばちゃん先生はね、20年間ね、損してたかもしんないけど、自分なんかもう人生全部損してたよね。はい、お疲れ様でした。手でやったら楽じゃない？ヘラの方がなんとなく手が汚れないから。絶対手の方がいい。嘘。手だとくっついちゃうじゃん。いや、手にはくっつくけど、こっちが全然うまく力入んね。いや、混ざんない、なんかそのやった気がしない。なんていうの、この、いや、手でやりたかったらどうぞ。